これね、この子引っ掛けますよ。スタイルね、1m76 だそうです。え、俺と9センチ違うのか。外人はこんなもんさ。あ、この子綺麗やな。この人ね、俺ロシアと思ったらアメリカですわ。これ見るとセイマさん思い出すな。セイマさんも潰れたしね。こんな部屋いいね。生まれが違うんだな。こっちで見ろ。馬は乗らない。おったらしな。君主じゃ変に使わず。こんな部屋建てよう。1万個。これやっぱ遺伝子がいいんですよ。俺、わし思うにね、顔がいいっていうことはね、頭いいんですよ。金持ちが、要するに、美人と結婚するでしょ。で、また綺麗な子できるでしょ。だから、ブスは頭悪い。簡単に言うと。やっぱ綺麗だな、子供。俺ね、面白い話しますわ。皆さんも知ってください。ね、女の子、彼女おるでしょ。マッサージ、ニベアンってやってください。そしたらね、お風呂入って、それ次の日に触り心地全然違いますわ。それでもっと面白いことをしますよ。私はこんな300人、500人遊んでるからね。いいもの壊すんですわ。そしたら肌も綺麗になるしね。ほんで、わしの、昔のちょっと政治やったけど、3代ね、変な日かけたけど、苦労したけどね。その子ね、飯食わしたらおっぱいがボコッと出るんですわ。面白いですよね。そんな話ですわ。テラフィシストに、皆さんね、テラフィシストのインスタントグラムね、意外とね、誰も押しませんよ。だからこういう人ね、意外とね、一人でずーっと生きていきますわ。結婚しとるかな？まあ、どうでもいいの、結婚しとるか。ほんで、この子だ、ミランダか思い出したな。ほんで、こういう人間はね、教えときますわ。私、いろんなこと全部知っとるから。アメリカはね、俺ね、1億ぐらいと思ったんですわ。アメリカ4億。これ確か南ブラジルがね、そうだかもしれない。どこやったかな？ 2億から3億ですわ。ほんでメールは私が、なんか送ってね、一つも返事来る人間はもうやっぱ興味ないですわ。これで演技が終わり。やっぱテーラースイスト綺麗だね。愛人ってこれ自分の髪やからね。すごいな。ちょっと見ろ参考に。まさか著作権法で来ませんわ。足もいい足してるな。これよくなんか生まれたな。これ子供んだら容器あるやろな。いい子出るわ。綺麗やな。以上。この子と一緒寝たらあれだな。1m76 いうことは俺より9センチ大きいんか。俺が 66.7 やけど、66.7、10センチ大きいんか。すごいの。高い靴、10センチぐらいかな。以上、切れますよ。なおなる。